こんにちは、キューブです。少し前にお送りした買ってきました動画の中から、韓国のおもちゃジオメカビーストガーディアンというシリーズのナスホーンというアイテムをこの前ご紹介しましたが、今回はもう一つ映っていた方のアイテムですね。というわけでレビューしていくのはこちら。またしてもハングルの読みに明るくないので正しいかどうかちょっと怪しいところもあるんですが、おそらくラプターと読ませるのではないかと思います。こちら見てわかる通りラプター型ですしね。というわけでジオメカビーストガーディアンより05番ラプターです。前回のナスホーンの動画でも少しお話ししましたが、こちらは韓国で放送されているかされていたかちょっとわからないですけど、少なくとも最近放送のフル CG アニメジオメカビーストガーディアンというシリーズのアイテム。前回のナスホーンがオブジェ型であるソリッドモードからビーストモード、そして人型のウォリアーモードへと変形する3段変形のおもちゃでしたけど、今回のこちらも同じように3つに変形することができるトリプルチェンジャーですね。ではまずパッケージを見ていきましょう。全体の見た目はこんな感じ。パッケージの裏側を見ていただくとソリッドモードの形が載っているんですが、今回ソリッドモードの形やや特殊ですね。前回のナスホーンの動画でご紹介したこちらのソリッドモードは、まあ見ていただくとお分かりの通り、なんというか文字からが漂っている感じで、ジオメカビーストガーディアンのメカは主にこういう形なんですけど、今回はこういう形ではなく、まあロゴのようなものは入っているんですが、球体のような面白い形をしています。ビーストモードは名前の通りベロキラプトルを思わせるラプター型、そしてロボットモードのウォリアーモードにもなるんですが、ウォリアーモードはですね、買ってきました動画でも少しご紹介したんですけど、ここだとちょっと小さくしか載ってないんですが、頭の形が非常に面白くて、なんというかスターウォーズのカイロレンみたいなフードを目深にかぶったような頭の形なんですよね。この辺も後で詳しくお見せします。そしてパッケージのこちら側を見ていただくと、このラプターのおそらくパイロットと思われるキャラクターの絵が描いてありますね。このラプターは全身が黒で差し色が赤みたいな感じで、若干悪ロボっぽいんですけど、パイロットの顔を見る限りめちゃくちゃベビーフェイスなんで、悪ロボじゃないのかもしれませんね。ちなみにこのキャラよく見ると左右の瞳の色が違っていて、オッドアイでやや中二的な感じですね。では早速開けていきましょう。パッケージから取り出してみるとこんな感じ。中身を取り出して並べるとこんな感じ。ラプター本体と、それからこちらは前回もありましたね、シールドというか外殻のパーツ、そして今回は武器が2つついてきます。それと説明書。説明書はこんな感じですね。これ前回のナスホーンの時も思ったんですけど、外側の形の印象から来るよりは割と複雑に変形するみたいですね。今回もそこそこ面白い変形が期待できそうです。ではまずオブジェ型のソリッドモードのスタイルから見ていきましょう。なんというかスネークパズルというか、30代以上ぐらいの方はルービックスネークって言った方がピンとくるかもしれないですけど、あのスネークパズルを球状にまとめた時みたいな感じの面白い形をしていますね。感心するのは前から見た時だけそうなっているわけではなく、後ろから見ても上や下から見ても完全にあの形をきちんと保っていることですね。これなかなかいいですね。前回の筒型のナスホーンと比べてみると大体こんな感じ。前から見た時は似たような大きさですけど、横にしてみるとナスホーンの方は結構ボリューム感がありますね。今回はそれに比べると少し小ぶりといった感じ。あと前回のナスホーンはこちらの外殻を取り外しても中の本体だけでちゃんとこういう風にアートを保っていたんですが、今回のこちらは外殻を外してしまうと中はアートにはなってないですね。ただ外殻を外してもきちんとこうやってポリゴンボールのような形を全体で保っているので、自分的には外殻を外したところで別に不満はないですね。なお映像だと本体色もしかすると黒に映ってしまっているかもしれないんですが、実際にはガンメタで若干キャンディーカラーですね。そしてこの鉄色のような色と黄色いこういう文字を含んだ差し色がたくさん入っていることで、なんというかファクトリーっぽいというかミリタリーっぽいというか、独特の工業製品感みたいなものがあって、なかなかいいデザインじゃないかなと思います。表面の形は前回のナスホーンのような平らではないんですが、こちら見ていただくとお分かりの通り、ちゃんと今回もロゴと投資番号の5番というナンバーが入っています。これラプターの顔ですね。ただ若干骨っぽいデザインになっているので、この辺りもなんというか若干悪ロボっぽい空気ありますね。
ではトリプルチェンジの第2のモードビーストモードへ変形させていきたいと思います。こちらの形がなかなか面白いせいでビーストモードへの変形も結構凝ってますね。ではラプタービーストモードへ変形開始。完成、ラプタービーストモードです。ではスタイルを見ていきましょう。いかがでしょうか。あんなプリミティブな多面体的な形から変形したにしては思ったよりちゃんと恐竜ですよね。しかも恐竜の中のラプターであることもちゃんと見ただけでわかるぐらいきちんと特徴を捉えています。変形プロセスのポイントとしてはやっぱりこの割とちゃんと長さを確保できている首と尻尾、それからこのかぎ爪ですね。首の方はなかなかたくさんの関節を持っていていろいろフレキシブルに動く上、こちらの尻尾に関してはこの先の部分を細かく展開することによって1箇所、2箇所、3箇所、4箇所もヒンジがあるなかなか柔軟な首と尻尾が作り出されています。そして変形プロセスでご覧になった時、ここ結構驚かれた方多かったんじゃないでしょうか。腕の中から黄色いかぎ爪のパーツがただ引き出されただけで終わりかと思いきや、爪のパーツがさらに中央と左右とで別々に分かれていて、それが上下に展開してご覧の通り片側3つずつの爪に展開するっていう、こういう細かいディティール付け非常にいいですよね。かぎ爪を閉じた方の手と比べてみるとこんな感じ。やっぱりこっちの方が圧倒的にラプターっぽいですよね。ラプターという恐竜にとって前足は非常に小さな部位なんですが、その先についているこのかぎ爪めいた指というのは非常に印象的なポイントなので、そういう見た目のポイントになる部分に細かい変形を施しているっていうのはなんていうかデザイン的に分かってるなっていう感じがします。あと変形の冒頭で取り外した4方の端の部分のパーツ、あれ最終的には合体して剣になるんですけど、あれがビーストモードで余るかと思いきやちゃんとここに再装着されて足の先になるっていうのも考えられてますね。ちなみにビーストモードでの稼働についてなんですが、実はこの首と尻尾に当たる部分はロボットモードの両腕で、両足はこれは完全にロボットモードでも両足なので大体の稼働はロボットモードの時に合わせてご紹介しますが、ビーストモードの時のみの部位としてまずこの頭、口が開閉できるようになっています。稼働の他にもこの口の中の歯並びが結構詳細に再現されていて、こういったところいいですね。そして腕に関しては先ほどご紹介した爪の稼働のほか、腕自体もまあそんなに大きく動くわけじゃないんですが前後に動かすことができます。それとこれまあ変形プロセスの恩恵なんですが、この部分がこういうふうにちょっと前後に触れるようになっているので、まあ腕自体よりもこの肩ごと動かしてニュアンスをつけるみたいな感じの方がダイナミックなポーズは取りやすいかもしれませんね。なお一番最初に外したこちらの外角パーツに関してはビーストモードではつけておける場所がちょっとないですね。これはナスホーンと同じですね。前回のナスホーンのビーストモード、最型のビーストモードと並べてみるとこんな感じ。ソリッドモードではこっちの方がはるかに大きい感じだったんですけど、ビーストモードにしてみるとこちらは大きく展開するので、むしろナスホーンより大きいぐらいになりますね。こういうの面白いですね。あ、ちなみにですね、細かい情報なんですけど、こちらのナスホーン、劇中の CG アニメを確認してみたところによると、劇中ではビーストモードではこのロボットの拳に当たる部分をこういう風に前に開いてサイの前足の爪のようなディティールだとして扱っている感じになっていましたね。ですがおもちゃの方だとこういう風に出してしまうと明らかに人の拳なんで、ちょっとサイの前足っぽくはなくなってしまうので、これはまあ閉じたままにしておいた方がいいかもしれませんね。説明書でも指定はこういう風になっています。ではいよいよトリプルチェンジの最後の形態、人型のウォリアーモードへ変形させていきたいと思います。ではラプターウォリアーモードへ変形開始。
完成、ジオメカビーストラプターウォリアーモードです。ではスタイルを見ていきましょう。ロボットモードのシルエットご覧になっていかがでしょうか。前回のナスホーンから打って変わって非常に細身でシャープなイケメンロボですね。ビーストモードへの変形を終えた時点で、実はウォリアーモードの両腕両足に当たる部分もほぼ展開を終了していたので、変形プロセス的には大して複雑ではなかったんですが、その分このボタンで、ワンボタンで頭部が最後にこういう風にシャコーンと出るギミック、これいいですよね。実際には手で引き出すようにしようとするとデザイン上レールが付けられないとか、上から手をかけて引き出すようにするとちょっと扱いづらくなってしまうみたいなところを克服するために、必要に駆られてボタンでこういう風に出るようにしたのかもしれないですけど、でもこういう頭の変形に印象的なワンポイントがついてるっていうのは、まあ過去にも前例いくつもありますけど、すごいいじってて楽しいですよね。おもちゃっぽくて自分はこういうギミック大好きです。ちなみに変形プロセスでもお見せしましたが、こちら取り外したパーツを組み合わせることでこういう風に一対の武器になります。まあソードということになっているんですが、見た目的にはナタみたいな感じで、これを両手に持たれるとより悪ロボ感が強調されてきますね。まず右腕、こちらは普通に拳があるので、こういう風に持ち手を差し込むことで握らせることができます。そして左腕なんですが、こちらはそのままラプターの顔になっているんですが、ご覧ください、展開すると口の中にちゃんとこういう風にグリップできる輪が作られているので、ここに差し込んでこういう風に安定して持たせることができるようになっています。握らせてみるとこんな感じになります。やっぱりロボットに剣は王道で、どういう風に持たせてもかっこいいですね。ちなみにですね、この剣を構成するパーツ、これいきなり冒頭から取り外して、それ以降もまあどのモードでもきちんと使われはするものの、取り外しを含む組み替えのような部分がある変形って、完全変形派の方はいまいち納得できないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、実はですね、この剣はよく考えられていて、この剣はですね、ロボットモードで足のサイドに来るこの穴と形が合うようになっていて、左右ともこういう風に取り付けて、ご覧の通り武器を持たせない状態でも実は武器が余らないようになっているんですよね。しかもですね、この武器を取り付けた部分のジョイント、ちょっと何か思い当たらないでしょうか。そうなんです、実は足の側面に来ているこのジョイントは武器を取り付けるためのジョイントではなくて、一番最初ソリッドモードでこのパーツが付いていた時のジョイントなんですよね。なので実はソリッドモードからビーストモードを挟まず一気にウォリアーモードへ変形させる場合は、ご覧ください、なんと取り外す必要がそもそもないんですよね。これめちゃくちゃ考えられてますね。最初にこれ気がついた時すごい感動しました。これは考えられた構成だなと思います。しかもですね、この剣のグリップはこういう風にここへ出るので、ちゃんと手が抜き取りやすい位置にグリップが来るようになっていて、運用がきちんと想像できる位置取りになってるんですよね。いやこれ考えられてますね。まあとは言っても実際はですね、この武器は2つのパーツに分離するようになっていて、分離をつなげるためにこうやって一回ジョイントを出してから付け直さないといけないので、確かに一切取り外しなしでロボットモードへ持っていくことはできるんですが、そのままの状態だと剣を取り外すと2つに分かれてしまうので、さすがに一切取り外しなく抜刀までできるわけではないですね。そこはまあちょっとおもちゃ的な都合といえば都合ですけど、まあでも十分だなと思います。なお最初で取り外したこちらの外殻、これはもちろんナスホーンの時と同じでシールドになるようになっていて、取り外したここをこういう風に起こすと、これをジョイントとして手に持たせることができます。普通に持たせるとこうですね。まあこれでも全然いいんですが、これちょっと説明書にないやり方なんですけど、左腕に関してだけはこの装甲の間にちょっと穴が開いていて、この関節を動かすことによって穴の広さはこういう風に調節することができるので、穴に縦のグリップを通した状態で穴を締めてやれば、ご覧ください、こんな感じで手の甲側にシールドをつけることもできます。この状態でも全然安定していて外れませんね。片方に剣、片方に盾、そして余った方の剣は足に取り付け、これで完全に余剰なしのフル装備状態ですね。顔のアップです。ご覧ください、こちらの特徴的な頭部の造形、完全に後ろからパーカーのフードが被ったような顔になっていて、
こういう形の頭を持つロボットってなかなか珍しいですよね。ましてこれヒーローロボの一体なので、かなり挑戦的なイメージの頭部だなと思います。フードっぽい頭でより悪ロボ感が強調されているところはちょっとありますね。だいたい映画とかで猟奇殺人犯のキャラみたいなのって頭フーディーになってることが多いので、こういう感じだといかにも悪ロボっていう雰囲気が強調されてますけど、これ実際はどうなんですかね。悪ロボなのかちょっとわからないですけど、まあ多分投資番号的にもパイロットのキャラ的にも悪そうに見えて悪ロボではないんじゃないかと思います。ちなみにこれは実際の設定とは関係ないですけど、ちょうど頭のすぐ脇にラプターの鍵爪が格納されているので、こんな風に片側だけ立てて中二っぽいコサージュ飾りみたいに見立てても面白いかもしれませんね。次に可動ですが、今回もおもちゃとしてはなかなか可動箇所多いんですけど、まあやはりおもちゃということで大きく制約を受けている場所もあるにはありますね。一つずつ見ていきましょう。まず頭部はですね、先ほどの遮光ギミックがうまく決まるためにさすがに可動はつけられていないですね。こういう風に遮光って伸びる感じの頭に可動をつけてしまうと、正しい位置に向いていない状態で押し込まれたりするとき破損の恐れがあるので、まあしょうがないといえばしょうがないですね。次に肩の可動は今回変形の構造の影響を被って結構制約が大きいですね。変形の恩恵で水平方向へはこんな風に垂直よりさらに行くみたいな、普通のロボだとなかなかないぐらい可動がつくんですが、縦方向の可動がですね全く動きません。手をこういう方向へ上げることは全然できないですね。なんですが、まあ一応この肩の下に縦ロールがついているので、反対側へ回してから垂直へ上げることで実質縦回転で真上へ向けた時と同じ状態の腕を作り出すことはできるんですが、中間的な角度へ縦方向に回したみたいな状態を再現するのはちょっとできないですね。この下の縦ロールを使って、あとは肘可動で手を上げるニュアンスをつけるみたいなのがせいぜいですかね。これちょっと制約大きめで動かしづらいかもしれません。そして肩のすぐ下で今お見せした縦ロール、この縦ロールがですねクリックが切れていますね。縦ロールにクリック切れてるのってすごい珍しいですね。そして肘に関しては90度まで曲がります。手首はもともとラプターの首なので、こういう風に収納の関係もあって非常に大きく動くんですが、回転はできませんね。今回手がアシンメトリーなので、一応こちらも紹介しておくと、肘に関しては同じ角度90度ぐらいまでですね。あと拳に関しても収納の関係でこちらへは大きく曲がるんですけど、まあ回すことはできないですね。そして腰は変形でも回していたんですが、実は回すことができるのは変形に使用するこちら向きの90度だけですね。それ以外の方向へは全く回りません。股関節に関しては結構柔軟ですね。前にはちょっとまあパーツの形が当たってしまうのでこの辺までしか上がらないですけど、後ろには90度、水平には90度以上まで上がりますね。そしてこの太ももパーツのすぐ下で縦ロール、この縦ロールもクリックがついていますね。手足両方の縦ロールにクリックがついてるってかなり珍しいと思います。そして膝可動なんですが、膝は足の裏がこういう風にえぐれた感じになっている割にはそんなに曲がらないですかね。まあ60度ぐらいまでっていうところでしょうかね。次に足首に関してはかかともそれからつま先もどちらもクリックで動くようになっているので結構接地性は高いですね。特にこのつま先側はクリックの一段の段差が非常に細かいので結構いろいろなポーズで設置に貢献します。ただ左右角はちょっとつかないですね。とは言ってもご覧ください、ちょっと見えづらいかもしれないんですが、今回もこの足の裏がハの字に切れているので、こういう風に股関節をワンクリックずつ開いてハの字立ちがデフォルトで決まるようになっています。ポーズをつけるとこんな感じ。ぐらいですかね。今回ちょっと首の可動と肩の可動にかなり大きい制約があるので、なかなかダイナミックなポーズを取らせるのは難しかったんですが、でも今回のこのラプターはとにかく立ち姿がすごい決まるんですよね。もともとシュッとしたプロポーションですし、あまり大胆なポーズをつけようとせずに、なんていうか悪の強キャラっぽく立ち姿をかっこよく決めて立たせておくのがいいような気がします。では大きさを比較していきましょう。まずはこちらですね。前の動画でお送りした同じジオメカビーストガーディアンのナスホーンと並べてみるとこんな感じ。
ビーストモードの時点ではこちらのナスホーンよりラプターの方が大きいぐらいの感じになりましたけど、ボリアーモードにしてみるとそれぞれ同じぐらいのボリューム感というイメージですね。こちらの方が頭の高さ的には明らかに低くて、今回のラプターかなり長身なんですけど、一方でラプターはものすごい細身なので、全体のボリューム感としては同じぐらいと言っていいんじゃないかと思います。ではここからはいつも通りの比較ですね。いつも出している12分の1のネゴシエーターと並べてみるとこのぐらいの感じ、まあだいたい2倍ぐらいの身長差っていう感じですかね。これと比べて2倍っていうのはやっぱり結構背が高いと思います。先日ご紹介したばかりのこちらラストナイトのボイジャークラスオプティマスプライムと並べてみるとこんな感じ。結構大きさに差があることがわかりますね。こちらもボイジャークラスとしてはそんなに小さくないんですけど、もう 1.5 倍かそれ以上かぐらいの身長差を感じます。そして最後はこちらサファリガオーですね。今回驚いたことに、なんとサファリガオーと頭の高さあまり変わらないですね。まあ個体合体なのでボリューム感的にはこっちが勝ってるような感じですけど、単体で頭このぐらいの高さに来るっていうのはやっぱり結構大きさがあると思います。これと同じってことはもう30センチに迫るぐらいの大きさということですからね。以上、韓国のヒーロー玩具ジオメカビーストガーディアンのシリーズより第2弾05番にあたるラプターのレビューいかがだったでしょうか。いや、またしても今回また手が楽しいいいおもちゃでしたね。それに今回は立体的な構成なんかも結構考えられているところが伺えて、非常に個人的には満足度が高かったです。ちなみに今回で2つお送りして3番と5番をお送りした感じなんですけど、1番2番4番に関してはちょっと今後手に入れることはないんじゃないかなという気がします。どうしてかというとですね、1番2番4番一応どんなのかは知ってるんですけど、1番はロボットモードが若干微妙で、2番は逆にソリッドモードが若干微妙で、4番はちょっと特殊でですね、3体のソリッドが合体して人型になるっていうちょっと大型の構成なんですけど、こちらは合体後の稼働が結構微妙なんですよね。今回肩結構制約大きかったんですけど、今回のこれ以上に肩が動かないっていう感じになっていて、ちょっとそれぞれ微妙なポイントがあったので、今回のジオメカビーストガーディアンのシリーズは6番以降の製品が追加された場合には全然考えますけど、ここまでのアイテムとしてはとりあえず3、5の2つだけにしておこうかなと思っています。でも実は今回買ってきました動画に出した2つだけ急ぎでご紹介しましたけど、これ以外にも韓国おもちゃだいぶ溜まっているので、いいやついっぱいあるので、ぜひ時間を見てご紹介していきたいと思います。お待ちください。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて今回のジオメカビーストガーディアンラプターのレビューいかがだったでしょうか。いや個人的には今回も手が満足する感じで非常に良かったですね。こういう風に結構大きさがあって、割とプラスチックが潤沢に使われていて、合金パーツとか特にないんですけど、ずしっと重いこの感じはトランスフォーマーとかの歴史に例えると、ですね、マイクロン伝説あたりのおもちゃの触り心地に一番近いですかね。だいたい G2 からマイクロン伝説ぐらいまでのあたりが、構造の複雑さとプラスチック使いの潤沢さみたいなことが両立できていた期間かなと思うんですけど、ちょうどあのあたりの触り心地にすごい近くて、個人的には懐かしさと同時に最近こういうおもちゃ減ってきたなというのを実感する感じもあって、なかなか複雑な思いでした。それにしても日本でこういう感じのロボットおもちゃとかがすごく激減してしまっているのは、どうしてかと考えればやっぱりロボットが登場して活躍するような番組が減ってるからっていうところもあると思うんですけど、おもちゃが発売できるような子供向けのロボットアニメっていうものが激減した理由って、やっぱりロボットそのものがリアリティを失ってきてるからっていうところがあると思うんですよね。例えばですね、巨大ロボットが活躍するアニメって70年代や80年代前半ぐらいまでは主に何と戦っていたかっていうと、地球外からやってきた宇宙人の悪の帝国みたいな、ちょっと今から思うとリアリティのないものを主に敵にしていたんですよね。でもその辺から先はガンダムあたりを皮切りに、どんどんリアルロボット方向へ流行が移っていきます。これはおそらく宇宙人の帝国みたいなものが子供たちにとってあまりリアリティがなくて、関心を引きつけられなくなっていったからなんじゃないかと思いますね。90年代に入ると勇者ロボとかエルドランとか、また少し強いロボットアニメっていう IP が少し復活してくるんですけど、このあたりはまあ一応宇宙人と戦っていたりはするものの、メインは宇宙人との戦いというよりも子供たち自身の日常の暮らしに力点が置かれていて、リアリティ的にはむしろさらにリアルというか、さらに子供に近い距離まで寄ってきてる感じの舞台設定になってるんですよね。
考えてみると仮面ライダーとかも初代の仮面ライダーとかは悪の秘密結社みたいなものと戦っていますけど、日本に悪の秘密結社があるっていう感じにやっぱりリアリティが持てなくなってきて、徐々に敵が違う形へシフトして、最近の仮面ライダーって会社と戦ってたりすることが多いですよね。今年のエグゼイドに関してもゲームっていう子供たちの非常に身近なガジェットを介して完全に会社と戦ってますよね。バグスターっていう存在は確かにまあ若干 SF 的ではあるんですけど、あれを生み出したのももともとはというとゲーム産業で、完全に敵は会社になっていて、昔のショッカーと戦っていた仮面ライダーとは敵のリアリティが全く違っていますよね。おそらくこういった感じの子供たちにとってリアルなものが子供たちから距離の近いものにどんどんなっていく中で、ついには巨大なロボットというもの自体がリアリティを失って、なかなか番組として成立しづらくなったっていう背景があるんだと思います。そこで今回はなかなか難しい問題になっちゃうんですけど、皆さんは今後こういったロボットおもちゃがよく売れるようなロボットアニメが出てくるとしたらどんなものがいいと思いますかね。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、これなかなか難しいんですけど、ロボットって、巨大ロボットは確かにリアリティがなくなってきてるんですけど、生活家電として結構別の注目を浴びてきてたりするので、そっちへ寄せていくか、さもなければトランスフォーマーの G1 のデストロンが襲ってこない時の回みたいな、ああいう日常人間にフィットしようとしてロボット生命体が頑張るみたいな、ああいう感じの方向に寄せて日常っぽくするか、どっちかなんじゃないかという気はしますけど、まあ自分も正直これならいけると思うアイデアはあんまり明確にはないですね。皆さんはこういうロボットアニメがもっと出てきてくれればきっと子供向けのロボットおもちゃ売れるんじゃないかみたいな、そういう感じのアニメ、あるいはご自身で見てみたいと思うようなロボットアニメ、何かあるでしょうか。どんな案でも結構ですのでご意見お待ちしています。